皆さん、こんにちは。今回は人気アイドルグループ嵐の相葉雅紀さんの結婚相手や、過去にジャニー喜多川さんに言われたという暴言について調べてみました。嵐の相葉雅紀さんと櫻井翔さんは2021年9月28日に揃って結婚を発表しました。櫻井翔さんの結婚相手は大学時代の同級生で、ミス KO に輝いたこともある元テレビ局員の高内美恵子さんとされています。一方、相葉雅紀さんの結婚相手は2017年にも熱愛を報じられていた一般人で、10年交際を続けている1学年上の女性でした。相葉雅紀さんの結婚相手に関して分かっているのは、関西出身の元タレントで、年齢は現在40歳。相葉雅紀さんと同い年ですが、相手の方が早生まれなので学年では1個上になるということです。お相手の方の名前は公開されていませんが、週刊誌が2017年の春から結婚相手の情報をキャッチしていました。一部芸能関係者の間では、2016年の冬頃から相葉雅紀さんの熱愛に関する情報が出回っていたとか、その時に出回っていた彼女の情報は、相手はほぼ同い年、もともとタレント活動を行っていただったそうです。当時の情報は、週刊誌が報じていた彼女の素性とほぼ一致していることから、同一人物の可能性があるとされていたのです。しかも2人の熱愛をジャニーズ事務所は認めていたのだとか、事務所から結婚の承諾も出ていたらしいので、今すぐ結婚しようと思えばいつでもできる状態だったようです。また千葉市花見川区にある相葉雅紀さんの実家、チャイナハウス桂花楼のツイッターが交際報道の出る前日の17日に削除されるということがありました。中華料理店チャイナハウス桂花楼は、相葉雅紀の父親、母親、弟が切り盛りする店で、母親が接客、父親と弟が厨房という体制です。これまで店のホームページとFacebook はあったのですが、 Twitter はなかったため立ち上げられていたのです。その Twitter が削除されたということで、ファンの間では憶測が飛び交っていたといいます。実家側としては、報道の件に関した質問などが寄せられることを想定した処置だったのでしょうが、逆に信憑性を持たせる形となってしまったのです。相葉雅紀さんは、報道されたその彼女とかれこれ5年以上の付き合いだとされていて、実家の両親にも紹介済みだったとか、さらに自分も結婚したいと周囲に話していたといい、相葉雅紀さんが住む自宅マンション近くでは、彼女とおぼしき女性がたびたび目撃されていたそうです。そして週刊誌もトイプードルを散歩する彼女の姿をキャッチして報じています。相葉雅紀さんの部屋の窓から顔を覗かせるトイプードルは、結婚相手とされる一般人女性が30歳の誕生日に飼い始めた愛犬だそうです。2017年に彼女がトイプードルを連れて出かけるところや、散歩がてらにスーパーに買い物に行って、相葉雅紀さんのマンションに戻るところを目撃されています。相葉雅紀さんの結婚相手は、須田あかりさんや有村架純さんのような雰囲気があります。そんな彼女を相葉雅紀さんは、千葉の両親に紹介した際に歓迎されたということですが、嵐のメンバーは彼女が誰なのか知らない可能性もあったとか。ただ相葉雅紀さんは以前、自宅にジャニーズの後輩を呼んで手巻き寿司パーティーを開催したことを、自身のラジオ番組嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックスで報告していたことがあります。プライベートでの相葉雅紀さんは、風間俊介さんや関ジャニの横山優さんといったジャニーズジュニア時代からの仲間や後輩の平成ジャンプ伊能圭さんらとも交流があることで知られています。伊能圭さんに至っては、相葉くんの自宅に呼ばれたというエピソードをテレビや雑誌で明かしていました。ということは、手巻き寿司パーティーを開催した時や、伊能圭さんが自宅に行った際、彼女も一緒だった可能性があるのです。嵐のメンバーは分かりませんが、
少なくとも交流の深い友人らは相葉雅紀さんの結婚相手のことを知っていたと思われます。相葉雅紀さんの妻になった元タレント女性はつぶらな瞳が可愛らしいおっとり系の美人だそうです。ただしバツイチだったという情報もあるようです。結婚が発表された日にインターネットの掲示板で横の紹介で知り合ったあの写真に撮られてた人てか相葉くんの結婚相手がバツイチってほとんどの人知らないと思うという書き込みがありました。この情報に信憑性があるのかないかは別にして、ある週刊誌によると現在相葉雅紀さんが住む自宅マンションは都内の超高級住宅街にある約4億円の超高級物件だとか。相葉雅紀さんの自宅は2013年に購入したマンションだとしているので、同年他の週刊誌が報じた港区のマンションと同じ物件だと思われるのですが、幾分違いが見られます。当時後者が報じたマンションの値段1億5000万円に対して前者の報道は4億円と、両者では随分差があり、部屋の広さも若干違っていました。合致しているのは24時間体制でコンシェルジュが常駐していて、セキュリティが万全という点くらいです。ただ現在住んでいる自宅場所の話は別にして、両者ともそのマンションに通う女性がいることを報じていたのです。相葉雅紀さんのスキャンダルといえば、過去にモデルの山野由里さんとのスキャンダル写真が流出するといった黒歴史がありました。写真を流出させた犯人は山野由里さん自身だったらしいのですが、なぜそんなことになったのか。そもそも山野由里さんは相葉雅紀さんと交際していましたが、同時に関ジャニの村上信五さんとも交際していたといいます。いわゆる二股をかけていたらしく、それが相葉雅紀さんに気づかれてしまったそうです。以来相葉雅紀さんは別れを告げたらしいのですが、別れたくなかった山野由里さんは妊娠したと嘘をついて引き止めたとか。ところが後になって妊娠が嘘だったことがバレて、相葉雅紀さんは山野由里さんの元から去っていったのだそうです。その腹いせに山野由里さんが相葉雅紀さんとのツーショットプリクラやスキャンダル写真を週刊誌に売ったと言われています。しかしこの騒動はこれだけでは収まらず、嵐のコンサートで相葉雅紀さんがファンに向けて謝罪するという出来事も起きたのです。当時相葉雅紀さんがステージに登場するや否や、ファンから大ブーイングが巻き起こったのでした。ファンは一連の出来事に怒り心頭、相葉雅紀さんとしても土下座して謝罪するしかなかったようです。相葉雅紀さんの過去にはそういったことがあったわけです。また現在性加害問題が報道されているジャニー喜多川さんですが、さまざまなブチギレエピソードが所属タレントに暴露されています。2020年放送のチャリティ番組24時間テレビで相葉雅紀さんが語ったところによれば、デビュー前にジャニー喜多川さんやジュニアメンバー10人らとニューヨークへ行った時、ジャニー喜多川さんは旅行時勉強のためにと全員分のプラチナチケットを取り、海外の舞台を見せてくれたそうです。しかし当時中学生だった相葉雅紀さんは役者たちの英語が理解できず、飛行機の時差ボケもあったことで舞台の開演中に爆睡してしまったのだとか。するとその様子に気がついたジャニー喜多川さんは、眠っている相葉雅紀さんの肩を揺さぶりながら、ユーユー殺すぞとブチギレていたそうです。また相葉雅紀さんは2019年放送の VS 嵐でもジャニー喜多川さんとラスベガスを訪れた時、ジャニー喜多川さんが所有していたビデオカメラを持って浮かれ気分で旅の様子を回していたといいます。しかしある時カメラがいつの間にか手元から消えていたらしく、ジャニー喜多川さんから「あれ You ビデオは?」と聞かれたそうです。しかし相葉雅紀さんはどこでなくしたのか全くわからなかったようで、ジャニー喜多川さんから「何やってんだよ You いくらしたと思ってるんだよ」と間仕切れされたのです。その際
ジャニー喜多川さんは乗っていたエスカレーターを逆走しだすほど取り乱していたそうです。結局カメラはその後いくら探しても見つからなかったといいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。